さあ、皆さんせっかくですね、早めにお越しいただいたんで、この後ちゃんとですね、一頭ずつベルーガを紹介させていただこうと思うんですが、今のうち皆さん、今日2頭ベルーガが登場するので、ちゃんと見分けがつくようにしておいていただきたいと思います。今ですね、ざっくり言うと、大きいベルーガとちょっと小さめなベルーガが一緒に泳いでいます。こっち、小さい方、僕が大きい方ですね。今近くに来てくれたこの大きい方のベルーガ、このベルーガはメスのグレイと言います。よく見るとお腹とかですね、頭の上の方とかにちょっと模様みたいのがあるんですね。模様があって大きかったらグレイと覚えておいてくださいね。推定で24歳ぐらいです。そしてもう一頭のベルーガはミライです。このグレイの息子なんですね。今未来はちょうど奥の方行ってしまったんですけど、まあ少し小ぶりなベルーガが来たなと思ったら、未来と覚えておいてください。オスの11歳です。これ未来ですね。まあどちらもですね、比較的真面目な性格のベルーガでして、グレイはとっても優等生タイプですね。そして未来はやはりグレイの子供だからか、結構ですね、真面目なんですけれども、たまにですね、ふざけ出してしまう時あるんですね。今日はちゃんとやってくれるでしょうか。そんなですね、個性豊かな2頭でイベントを行っていきます。ちなみに名古屋港水族館は全部で4頭ベルーガがいます。はい、じゃああと1分ほどしたらイベントを行っていきますよ。さあ皆さん、お待たせいたしました。こんにちは。本日はありがとうございます。ようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。これからベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行っていきます。このイベントですね、ご協力いただいています通り、ついたての内側は皆さん座ってのご観覧のご協力をお願いします。両サイドのお客様は立ち見可能です。もしくはついたての後ろ側からでしたら立ち見可能です。よろしくお願いします。そして写真、カメラ、スマホ撮るときはフラッシュが光らないようにお願いしますよ。ベルーガ逃げちゃうことがあります。さあ、まずですね、名古屋港水族館には現在4頭のベルーガがいます。そして、今2頭のベルーガがこのプールを泳いでいるんですが、ベルーガの特徴といえばやはりこの白い体の色ですよね。そしてこのベルーガたちは北極周辺に暮らしているので、体温を守るために体の周りには脂肪をたくさんつけていたり、背中に氷がぶつからないようにと言われていますが、背びれがなかったりと、そういう特徴的な体をしています。じゃあ早速ですね、皆さんに一頭ずつ近くで見ていただきたいと思います。さあそれではまず未来という、オスのベルーガから読みたいと思います。いきますよ。じゃあ右上の方から未来やってきてくれます。こっちだよ。よし、上手に来たね。じゃあご挨拶します。こんにちは。はい、うなぎで振ってくれてますね。はい、上手だね、みーちゃん。じゃあこちらのお客様にも、こんにちは。はい、くるみを振ってくれています。上手だね、みーちゃん。そして皆さん、口元見てみてください。なんか食べかすが出てきましたが、そこじゃなくてですね、このブルブル震えているこの口、今日重要なポイントになるので、しっかり覚えておいてくださいね。よし、 OK。 じゃあこちらの中央のお客様のところでも、はい、口ブルブル、柔らかい口が今日重要ですよ、皆さん。よし、 OK。 はい、じゃあ未来、上手にご挨拶できたところで一旦戻ります。じゃあこの後はこの未来のお母さんベルーガ、グレイに来てもらいたいと思います。
あ、すいません、今ライトついてる方ですね、ライト消しておいてください、ごめんなさい。フラッシュ、ライトは、つかないようにお願いします。よし、じゃあお母さんのいるがちょっとでかいですよね。グレイが来てくれました、こんにちは。はい、ベルーがですね、今バランス取りながら胸びれ振ってくれていますけど、胸びれがよく動くのも大きな特徴なんです。さっきグレイは、あ、未来は首を振ってくれてご挨拶もしてくれましたが、よく動く首と胸びれを持っていることで、氷が張った狭い場所とか浅い場所をうまく泳げるようになっていると言われています。よし、グレイちゃん頑張ろうね。うい、はい、こうやって首がよく動きます。ウィー、よし、おじさんね。よし、じゃあグレーもしっかりご挨拶できたところでしっかり戻ります。上手でした。はい、この2頭でトレーニングを行っていきますよ。さあ皆さん、今日はですね、ベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントです。ベルーガの餌、何か知っていますか？魚。魚、ピンポン、大正解です。魚まず食べてます。そして、イカやカニ、そしてエビやタコなど、50種類から100種類もの生き物を餌として野生では食べていると言われています。そしてここ、名古屋港水族館では、ホッケとかニシンとかシシャモ、そういう魚を与えているんですね。このパネルを、ご覧ください。よいしょ。これですね、野生のベルーガが砂に潜った魚、例えばイカナゴという魚など食べていることが調査で知られているんです。これはですね、それを再現したイラストなんですけれども、砂に潜っている魚をこのベルーガたちがどうやって食べるのかっていうのを今から水槽で再現していきたいと思います。しかし水槽に砂と魚を入れるわけにはいきませんので、今日は特別な実験装置を用意してその再現をしていきたいと思います。それでは実験装置下ろしてください。お願いします。はい、降りてきましたね。この足の部分が降りてきていますが、その先にですね、透明な50センチぐらいの高さの筒がついてますよね。そしてこの筒の中に、餌の魚が入っています。これを砂に潜った餌の魚だと思ってください。当然ベルーガ口だけじゃ届きませんよね。どうやって食べるでしょうか。じゃあベルーガお願いします。未来からです。はい、右の方からベルーガ来てくれます。はい、未来が筒を見つけました。どうやるんでしょうか。よいしょ。お、餌の魚がしっかりと巻き上がって未来が食べています。はい、皆さんこれどうやって食べてるか分かりますか。お、吹いてるも吸ってるも聞こえました。はい、今日はですね、皆さんいきなり大正解です。水を見てくださいよ。今吹いてますね。あ、違います、吸い込んでました。吹いて吹いて魚が巻き上がったところを吸い込んで食べてるんです。こうやって砂の中の生き物もふうふうって水を吹いて砂を巻き上げて魚が出てきたところをこうやってピュッて吸い込んで食べると言われているんですね。まさにさっきこの未来が見せてくれた口がブルブル柔らかいのが役に立っているんです。口を私たち人間のようにふーっとすぼめる口をして器用に吹いたり吸ったりしているんですね。さあ未来、半分ぐらい食べてくれましたね。じゃあお母さんのグレー、見せてもらいましょう。残りの魚をお母さんのグレーに食べてもらいます。さあグレーどうでしょうか。よいしょ。しっかりとですね、魚を拭いて巻き上がらせて吸い込んで食べています。
ちなみにこの餌を食べるタイミングとか量はですね、ベルーガ任せなんですね。ベルーガが、食べたい分だけ食べて気が済んだら戻っていくという感じです。はい、じゃあ魚は少し残っていますが、ベルーガもグレイもしっかり食べてくれました。じゃあ筒を上げてください。はい、皆さんご覧いただけましたか。ベルーガは砂にいる生き物も水を吹いて砂を舞い上がらせて出てきた魚を吸い込んで食べているという狩りの方法をとっていると言われているんです。さあ、餌の食べ方の紹介はここまでなんですけれども、この器用な口元を使った種目、皆さんにご覧いただきたいと思います。皆さん、バブルリングって知ってますか？知ってる？知ってるという声が聞こえてきました。口から空気を吹きつけるんですけど、水を一緒に吹きつけることで輪っかにしてくれる種目です。じゃあちょっと今からまずは未来にチャレンジしてもらいたいと思います。いきますよ。はい、未来お願いします。はい、こっちだよ。よし、じゃあ未来いくよ。せーの、ほいしょ。見えましたか？はい、餌かすも一緒にですねリングになってきましたか。よいしょ、もう一回。ちょっと細いね。でも未来調子がいいとですね、もっと綺麗なリングできますよ。今度はどうかな。よいしょ、お、いいね。よーし、おんがね、いいちゃん。もう一回。よいしょ。うい。よーし。よーし。未来上手だね。さあ、皆さん、バブルリングご覧いただけましたか？よし、じゃあ次はですね、未来はここまでにしといてもらって、お母さんのグレイに、違うリングを見せてもらいましょう。未来、ありがとう。じゃあ戻ります。あ、じゃあグレイ準備ができたら来てください。はい、今日はちょっとだけいつもと違う左側で呼んでみたいと思います。気づくかな。はい、こっちだよ。はい、 OK。 じゃあ行きますよ。まずグレイには水面でリングを作って降りてきてもらいたいと思います。ギョグちゃん、これ上から来ますよ、見ててくださいね。はい、よいしょ、綺麗なリング作ってくれました。上手だね。お、さすがグレイだ。じゃあこちらでも行きますよ。水面で口に空気を含んで、はい、来てくれました。ちょっと失敗しちゃいましたね。やっぱりですね、私たちと同じ、生き物なので、失敗もあります。もう一回行くよ。もう勝手に行っちゃいましたね。やる気はでもあるみたいです。じゃあ一回トレーナーのところに戻って、しっかりとですね気持ちを立て直してもらってからまた来てもらいたいと思います。そのまま送ってください。はい、はい、こっちだよ。はい、しっかり整ってきたかな。じゃあ行きますよ。よいしょ。この上から作るリングってですね、あまりできるレベルが少なくて、グレイの得意種目なんですね。おー、しっかりできてくれた。さっきよりいいのできたんじゃない？ OK、 完璧だね、グレイちゃん。 OK、 ね。頭の上の鼻からもですね、まあ少し崩れちゃうことも多いですが、リングもできますよ。よいしょ、よしよしよし、グレイちゃんでかいね。もう一回。よいしょ、あー結構綺麗。よし、じゃあこっちでも行こうかな。一回呼吸してもらいましょう。呼吸、よし、よしよし、よし、行こうか。行きますよ、せーの、うん、あ、こちら、はい、せーの、ドン。あ、上がっていっちゃったね。よし、
集中してもらって。よし、行くよ。呼吸が止まっちゃう。じゃあ、勝手やるか得意なんですよね。行くよ。お、あ、それだね。行くよ。もう一回やってください。いや本当はね、頭のリングを作ってもらいたいんですけど、今めちゃめちゃ綺麗なバブルリング作っちゃいましたね。はいはい、よーし、じゃあブーちゃん綺麗なリング作って締めましょう。まあこういう時もありますね。はい、最後にこうやってね、ちゃんと言ってくれるのを褒めてから、じゃあもう今日は終わりにしたいと思います。まあ上手にやってくれました。クレア、ありがとう。じゃあですね、これで不思議な魚の食べ方終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ、上手にね。じゃあこの後も名古屋港水族館でごゆっくりとお楽しみください。じゃあクレア戻ります。はい、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお忘れ物ないようにですね、戻りください。あ、そしてですね、出口、こちら、右手になりますので、右手の方から、出口の方向かわれてください。よろしくお願いします。リングすげー。ありがとうございました。やば。じゃあ出口は右手にあります。右手突き当たりにありますので、そちらから、出ていただければと思います。マットをご使用になられたお客様は、もっとあった場所に戻していただければと思います。グレイが未来だね。ありがとうございました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 。かわいいかわいい。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。